おはようございます、こんにちは、こんばんは。生涯ナチュラルビルダーのはい、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日でですね、減量終了から約1ヶ月が経過しました。はい、なんでね、減量終了後1ヶ月の経過観察動画です。はい、次の減量までね、こんなに脂肪戻ったよみたいな経過観察をね、していこうと思ってます。はい、ブログの方でもね、それやってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、どうでしょう、この太り方。バルクはね、やっぱ太ったんで、なんかでかく見えるんですけども、はい、ただのデブですね、今。やべえな、このデブさ。60、減量終了時が 62.4 かな。はい。だったんですけども、今ですね、67キロまで戻りましたんで、4.5キロぐらい変わりましたね。はい。やばいっすよね。ナチュラルにはね、やっぱりね、脂肪を蓄える時も必要なんじゃないかなってことで、今、爆食してます。はい。ね。レスラーみたいな、もうボディービルダーというよりかのレスラーですよね。どちらかというと。はい。背中とかも一応。いやー、腕とかもう凹凸がほぼないんじゃないですか、これ。背中見えますかね、これ。ちょっとカメラの位置おかしいんですよね、今日。映ってんのかな、これ。はい。なんか映ってなさそうな気がするんだけど。まあいいか。はい。こんな感じです。ほぼ凹凸がないんじゃないですかね。これがですね、減量、終了後1ヶ月経った、筋トレ歴15年ね、ナチュラルビルダーの体です。まあナチュラルビルダーっつっても僕大会出てないんで、あんまり大会出てねえのにビルダーとか言うなよって言われちゃうんですけども、まあでもね、体を作ってる、ボディをビルする人はね、ボディビルダーなんじゃねえの、大会出てなくてもってことで、生涯ナチュラルビルダーって名乗らせていただいてます。はい。ね。まあそもそもこうタトゥーのせいでね、JBBF 出れないんで、どうしようもないんだけどね、どっちにしても。じゃあ FWJ 出ればって言われるんですけども、僕の信念とは反するので、そっちには出ないかな。はい。でも大会出てみたいんですよね。絞るの下手くそなんだよ、最近。いやー。はい。というわけで、こんな感じです。また、1、2週間後にちょっと経過観察動画を撮ります。はい。というわけで、なんだっけ、生涯ナチュラルビルダートレーニング歴ね、15年の、減量終了後1ヶ月のボディチェック動画でした。ぜひ、ナチュラルボディービル研究所、ブログの方もよろしくお願いします。というわけで、はい。はい。いやー、ケタ店長でした。さよなら。